からのまずスタンプ。鈍行で行く？鈍行で行くか。次は青葉てか毎回降りるんだよな。絶対に今日中に着かないレベルだよね。間もなく。はい、ダッシュだろう。あ、待って、電車。こう降りれんの？降りれないよな。都会の隣の名脇役、青葉駅でございます。桜木行き。戻っちゃうね。見るのが好きなんだ。普通は桜木行きはの多分奥側に来るんだけどね。渚行き普通列車。今日中に渚に着けるかな。相席。駄菓子屋とか行く？くじ引き券結構たまってきたな。この年で駄菓子屋なんて行かないだろう。周りを気にしすぎているぞ。ひばりだい、ひばりだい。まあどうせ急いだって乗り直せないからね。ゆっくりと押しに行くか。あ、なんかアヒルちゃんみたいなのが。やっぱ降りれないね、ここも。で、桜木行きだから戻りだね。仕事帰りの電車って疲れてるからついうとうとしちゃうのよね。桜鉄道の VIP 客だけに配られる。何を言った俺。 VIP 客だけに配られるフリーパスってのを聞いたことがあるかい。そんな VIP にならなきゃいけないほど乗りたくねえよ。雲海橋様々だよ本当。また来た。あ、意外がぐり。暇つぶしで戦うんな。お、横取りもいる。じゃあ適当にパンを。意外がぐりもパン好きなんだ。もう実力差がはっきりしちゃってるな。勝利。ウニ、クリだろお前。お、来た来た。意外がぐり。お任せ。イーガ、チャイガ、栗山さん。
伊賀栗、伊賀栗でいいや、伊賀栗。ジャキーン。この辺にしといてやろう。友達になったしね。帰れ。次は花山。花山。まもなく。はい。スタンプが遠い。学び屋で希望を抱く和コード花山駅でございます。部活で遅くなっちゃった。にゃけびのテレビが始まっちゃう。目の前に学校あるでしょ。あるな。学校が近い。最寄り駅イコール学校みたいな。別に駅が学校なわけじゃないけど。遠いな。とりあえず今回はね、この福宮まで。でいいか。それ聞いたな。まもなく。降ります。近い近い。あ、工業地帯だ。働く男の汗と油がにじむ街、岩国駅でございます。多分モデルあんだろうな、この駅も。スーファミ時代のシムシティを思い出す。あ、まだみんな仕事してんのかな。誰も並んでない。お父さんは頑張っているのだ。奥の方に貨物列車が。もう電車飽きたよ。またなんか来た。あー、ドリアン。ヘイ少年、お出かけですか。レレレのレー。他の町のダンスクールに道場破りを仕掛けるのさ。何やってんだ。ほんわかキッズダンススクール。この前道場破りしたところでもらったこれあげるぜ。お、ありがとう。君はダンシングスターにしか興味がない。いかついおっさんだぜ。まもなく春日の降ります。あー、よし。つぼね商店街。ここ下手すりゃ無人駅だな。庶民の味方ベッドタウン。駅前の商店街で買い物してきたんだ。いい買い物したぞ。しかしあまりお客さんはいないのである。
頑張れ。あ、よし、一応ここだけ押して今回のスタンプラリーは OK ということで。本日も中カメラ目線のジバニャ、何もない。まもなく手間元、乗り換えない方が良さそうな気もするんだけどな。今からだって4つくらい行くんじゃないかな電車。よし、結局渚木行き待たなきゃいけないこと考えると、ほら快速来ちゃった。このあと毛本行きが来て、さらに渚木行きだからもうちょい待たないとダメだな。山本、クファ331-308。次かな。あ、普通がまだあるか。こうなると思ったからな、降りない方が良かった。また快速が、まあ、普通に考えてそんな田舎に行く電車が数本も走んないでよ。食堂で飯でも食ってた方が良かったんじゃないのか。売店売店、また毛羽元だ。まだかな。やっと来た、渚木行き。もう降りんぞ。当分電車の旅はいいわ。本日も中央。来たー。笑う壺か。だらけと思える。アジの干物、魚系どうだい。普通だ。畜肉、
この辺にしとこう。へえ。降りんぞ。まもなく橋舟、橋舟、結構田舎の方だよ。降りん。雨降ってる。いつの間に雨に。あら、おばちゃん。5年生。アメちゃん、アメちゃんあげる。おばちゃん特製の練り飴だよ。毎日丹精込めて寝てるんだよ。すごいっすね。寝ぼとけ。まもなく、おりねえ。山中。朝鮮渚行き普通列車が参ります。次は山中。山中、何もなかった。まもなく。おりません。あと2つ。大門教授。衝撃的情報。大門教授は町内ワンコそば早食い大会で優勝したことがあるらしい。まだあります。表彰されたことがある。7回も。ヤケビオーディションの最終審査まで。あの年齢で。結構ひでえな。岸辺四郎。まもなく。おりません。やっとだ。長かった。次だ次。気がつくことありませんか。白いね。いいですよ。2キロも太ってしまったんですよ。キャー、美しい。びっくりするぐらいどうでもいいよ。愛されボディが2キロ。誰も見てないよ。てか見えないよ。もともと裸じゃん。立ち直りが早い。あー、ちょうど今から海だぞ。鈍行の旅はしんどい。ほら、電車の中からカッパは来てちゃダメだろ。とりあえず端っこまで確認しといて。魚と共に生きていく町。こちらは渚駅にござい。夜の雨来ちゃったけど。と。どうなるんだろう、ここの。あ、ちゃんと夜で雨になってる。細かい。いたー、やったー、帰りは楽ができる。ふう。雲海峡さんマジパネっすよ。雨の中よくやる。銀のこけし。危ねえ。気をつけろ。なんかいる。南海流。ここか。また縦札か。謎の縦札。結構見つかるけど全然連れてこれないんだよな。
寄り道が大好き、サメ裸悩み、ベジタリアン。なんだろう、サメ肌、サメ系、ベジタリアン。これわかんねえや。いた気もすんだよな。廃屋に行ってみよう。あ、謎のおじさん、2個目もらえるのかと思ったらそういうわけじゃないのか。結局なんだかんだで3つの特典全部もらえるのかと思ったんだけど。スタミナム、お店、集会所。夜は開いてないみたい。ここ何の意味がある道なんだろう。お店、あ、下に開いてる。ん？なんかこれか。あ、ゴミ箱にシュート。ここはゴミ箱ダメだろ。そういう意味じゃちょっと見当たらんな。ゲート発見 C、 まだダメ。お参りに行こう。夜のままでいいか。気配を感じる。にゃー、感じるっつってもなんもいねえ。またアイテムの姿が。人ん家に入ります。大泥が。高価なお寿司。夜の海っつったら海坊主さんとか出ちゃうんじゃないの。釣り、釣り。人手だ。人手は虫扱いなんだ。もちょ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 。あー、ダメだ。当たり、お当たり、お当たり。星人で。まきえ。夜は危ないぞ。洞穴、ここも広いな。なんだかんだで人手ばっかりだ。人手ばっかり。なんかキュッ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 音言ってる。この辺、あー、長花っぽい。長花。何度経験してもトロフィーをもらうんはええもんやね。君さえ変化をしてんな。トロフィーもらったこと数えるしかないんちゃうんか。教えて。
ええか、トロフィーっちゅうはな、何かを極めてるだけに怒られるもんなんや。せやからトロフィーが欲しかったら一つのことに集中せなあかん。例えば自転車レースやったらいろんなコースを順番に遊べなくて、これと決めたコースを何回も走ってタイムを縮めるんや。いろいろ場面の中遊んでもなかなかトロフィーはもらえんで、ただな、一つのことを極めるってのはそんな簡単なことちゃうねん。なかなかトロフィーをもらえずに心が折れそうになることもあるやろ。そんな時はもらえる条件がはてなはてはてのトロフィーが狙い目や。はたはたはたの中には思いもよらんような条件のやつがある。でも条件自体は他のトロフィーより簡単やったりするんや。条件さえ分かれば誰でも取れるっちゅうことやな。まあその条件が意外性に溢れてるからなかなかくせもんなんやけどな。よっしゃ、せっかくここまで話を聞いてくることやし、わいがこっそり秘密の条件教えたるわ。絵が一回しかいけんからよく聞くんやで。食べ物をすべて集めた、これが条件のトロフィーがあるんや。これやったら取るぞやろ。じゃあ一個ぐらいは買わんとあかんわけやな。ここから先は自分の力で集めるんやで。ほな、そういうことで。そんなんあるんか。じゃあいらなくてもとりあえず1個は買わなきゃダメだな。族お邪魔道。ここ出ねえな。ここから釣りできるかなと思ったんだけど、こういうとこが結構ハゼとかがいて、あ、本当にない。どうやってあれを取るんだ。とりあえずここだな。必殺の秘伝書。上登れない。ここか。降りれないぞ。ここにも行けない。飛び乗れない。上に行ってアイテム。アジの干物。経験値だま。あそこにも。あ、ここ落ちるんだ。つまり落ちないようにここ行けないのか。あ、なんか家の中に隙間が見える。ここだ。あった、絶品牛乳。これ1日1本しか買えないから辛いんだよな。んで、この奥は落ちないようにこんな感じでよっ。ああ、きつっ。そっち行けないとこだから、もう一回チャンス。ここは落ちないとこだから気にしなくていいんだけど、この辺をゆっくりで上に置く。よしよし、基本上押し込み。よし、くじ引き券。そろそろ当たりを狙っていってみるのもいいかな。導きさん発見。どこに私を導こうというのですか。あれも欲しいな。ほら、どこまで行くんだ。アジの干物だ。この辺とか。これは飛び降りれるとか。ほら、間違えたけど、なんかいる。もう普通に当たりでいいわ。22ゼミ。
兄ちゃん、お兄ちゃん。極上マグロ、いいもの見つけた。で、登れる。おう、普通にこっから入れるじゃん。よし、いい加減に行こう。あそこね。まあこの辺ぐらいは。青濃い、まあ海辺だし。もう一つぐらいあるかな。夜の渚探索終了。なんだこれ。あーなんだじゃなくて普通に釣り場だった。夜はなんかいいもの釣れそうじゃない。しかも夜の雨だよ。レア物くんじゃねえっていう希望的観測。カサゴ。奥の方に。走りすぎだぞ魚。そろそろかな。お、スルメイカ。ほぼ確実に全部の種類の虫や魚を集めろってあるだろうな。トロフィー条件。よし、なーにかな。ボラ、トドのつまり。